い、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回ですね、ステッププレイヤーモードをプレイしていきたいと思うんですけども、今ね、並行してプレイしている高橋由伸とは別にですね、オリジナル選手で、プレイも並行してやっていきたいと思います。というわけで新しく選手を作りましょう。私の住んでる千葉県で、千葉ロッテマリーンズで選手を作ります。一応大学卒業ということにしたいと思いますね。生命とかですね、いつも通りで申し訳ないんですけども、生がパワーちゃん、生がパワーで、名前がちゃん。なんかちょっと外人っぽくて嫌なんですけど、パワーにしますか。パワー背番号は72と同じ、特に理由はありません。音声はなしでいいですね。これは完全に僕の現役時代、現役といっても大した答えはやってないんですけど、その頃のデータです。バットコントロールかな、アピールポイント。あとはスター候補生とかいいですね。フルスイング、あとはスピードスター、この辺りにしますか。まあこれでいいですかね。はい、まあ、間違いなく開幕2軍だと思いますので、500万かなと厳しいよな実際。ちなみに、アシスタントは高橋由伸と同じですね。この山口とさくらちゃん、あ、見たくなかった。これでザッと飛ばしちゃいます、ね。まあ、この辺りは高橋由伸のプレーで見ましたので、早送りというかね、スキップさせていただきたいと思います。さあ、オープン戦ですね。はい、頑張ります。まあ、この辺りはですね、まあ、高橋由伸プレーとほとんどというか全く同じ流れにはなっています。打ち込みしときますか。若いですか。まあ、この辺りも同じですね。で、つとむ、よし、いい感じですね。あ、そうなんだ。開幕一度あれするためにはそういうこと。あ、ここの条件も同じですね。てっきり確実に2軍スタートかなと思ったんですけど、一応オープン戦の、まあ、3試合でヒット6本か打点3上げれば開幕1軍にはなれるみたいですね。なので、まあそこをまず目指しましょう。とは言ってもこのオープン戦でね、きっちりと結果を残すのもなかなかしんどいところにはなってくるんですけど、まずはヒット6本。これから選手が守備位置に行きます。ちょっちょ、じゃあ、まあ7番ですね。ワンアウトランナー0、1塁です。ここヒット1本打っておきましょう。まさかのスリーランが出ればもうそれでクリアにはなるんですかね。ピッチャーは菅野。わあ、強力だよな。やっぱストレート、カット、シュート、スローカーブ、縦のスライダー、ツーシーム、スライダー、カーブ、フォーク、どれも一流ですね。打ち上げた。うわー、これダメか。うわー、しかもファインプレーか。もう一伸びあれば抜けてたかなーっていう当たりでしたけどね。長野にファインプレーで取られちゃいましたね。うわー、ジャンプ1番。くー、悔しい。ここヒット最低で2本打っておかないと厳しいんですけどね。2打席目、笠原にピッチャーが変わってますね。
ストレート、スライダー、シュート、フォークにスローカーブ、まあ、笠原に関しては菅野に比べて球威とかもないと思うのできっちりとヒットを1本打ちましょう。どうだ、ちょっとタイミング早かった。これはよし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 、はい、ヒット1本ですね。ただエース級のピッチャーからヒット打つのは結構しんどいな。菅野と対戦した感じから見ると笠原ぐらいだとなんとかなるかなって感じですけどね。さあ相手のピッチャー変わっています。ストレート、シュート、カット、チェンジアップにカーブにスライダーか。なんとかもう一本ヒット打っておきましょう。ワンアウトランナーなし。うわー、チェンジアップ、タイミング外された。低めのちょっと難しいボールでしたね。どうだ、これは入ったか。やっぱちょっとパワー不足なのは否めないな。パワーがある、まあ打者だったらホームランかっていうぐらいの、いい当たりはしたんですけどね、まあ、ただ、最低目標ヒット2本、オープン戦3試合に対してヒット2本というところでね、まあ、2本 ×3 試合で6本ということで、まあ、最低限の、結果は残せたかなと思います。人気が欲しい1っていうのがちょっと納得いかないですよね。高橋由伸も人気1なんですけど、由伸はどう考えても星3つだと思うんですけどね。さあ開幕1軍目指して、今日もヒット2本最低ね打っていきたいと思います。ちなみにちょっと最近忙しくてのんびりプレイする時間がないので全体的に足早な感じになってしまっているんですけども、まあ、時間ができた時にはもう少しのんびりめにプレイしていきたいと思いますので、まあ、ちょっと今日のところはご容赦いただきたいと思います。さあオープン戦第2試合は明治神宮でヤクルトとの対戦ですね。パワーは7番で遊撃手、スタメンで、出場と。ノーアウトランナー一塁、ピッチャーは小川ですね。データ確認していきましょう。ストレート150キロ、さすがにエース級が切れますね。カット、フォークで、ツーシームとかもありますね。まあ、ただ、初球からストレートを狙っていって3球目までにねストレート1球が来ると思うんですけど、今このストレート打てないな。どうだ、抜ける、よし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 、レフト前。なんとかヒット1本レフト前に運びました。もう1本打っておきましょう。ここで3本打っておけばねだいぶ後々楽になりますからね。ピッチャーは小川から変わって中村です、中澤です、ごめんなさい、中澤雅人。ストレート、シュート、スライダー、カットボールもそこそこありますね。速球派ですか。ノーアウトランナーなし、低めに外れてワンボール。セットポジションからの投球ですね。どうだ、これはっていう当たりなんですけど、やっぱりねいまいち伸びないというか、フェンスまでも行かないんですよね。やっぱパワー不足なんですよね。さあノーアウトランナー二塁一塁、ホームランはちょっとね、ここまでの打席見てると狙えないのでヒットをもう一本打ちましょう。ストレート初球から狙っていきます。うわー、カットボールかー。これもねホームランの当たりなんですけどね、まあ、今のはフェンスに当たりましたけどね。
何やってんだ、クソみたいなプレッシャーだ。ちょっと止まっちゃって何したんだろう、何のボタンを押したのか分かんないですけど、絶対怒られますね。さあヒット4本目狙っていきましょう。さっきのプレイちょっとごめんなさい、何をしたのかよく分からないんですけど、新加入のイ・デウンですね。ヤクルトのピッチャーは新加入の、あ、ごめんなさい、ロッテの方がイ・デウンだ。わあ、手本の当たり、松岡でしたね。こんなピッチャー取ったんだ、マリン。ちょっと知らなかったし。試合の方は8対8乱打戦ですね。ヒット16本14本それぞれ飛び交うような乱打戦で、オープン戦は引き分けですね。でヒット1本ね、なんとか打ちましょう。そしたら開幕1軍ですからね。まあ軽くトースバッティングで打ち込みしましょうか。ちゃんと見てて言えんのかね、監督に向かって大卒の新人が。さあ、オープン戦ね、最後の1試合、ここでヒット1本打てば開幕1軍を勝ち取れます。その後2軍に落とされたりとかっていうのはあるかもしれませんけどね、開幕1軍をまず取りましょう。相手は中日です。今日も7番で、ショートでスタメン出場ですね。中日ドラゴンズの先発は山井か。やっぱエース級できますよね、このオープン戦の終盤になってくると。ストレート、フォーク、スライダー、どれも一級品ですね。まあ、ただまずはヒット1本打ちましょう。ストレート外角に外れてワンボールです。うわー、打ち上げた。うわー、大島、センター定位置ですね。センターフライ。あと2打席しか回ってこないって考えると、次の1打席で、取っておきたいですね。ピッチャーは、岡田に変わっていますね。データちょっと確認させてください。全然頭にないピッチャーなので。ストレート、スライダー、カーブにフォーク。ここはもう初球からストレートを狙っていきましょう。ヒット1本。あー、これ持ち上げたか。あー、差し込まれたな、最後の、1打席。ここ取らないとまずい。もう多分本当に代打で変えられちゃうと思うんで、0対0の場面ですけどね、ヒット1本なんとか打ちましょう。4番手のピッチャーは福谷、福谷、どっちでしょう。ストレート157キロ、ノーサイだな。ちょっとドラゴンのピッチャーまでわかんないんですけど、どうだ。よし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 、6本目なんとかヒット打てた。危なかった。なんとか開幕1軍を勝ち取りましたね。オープン戦の方は0対0、本当に投手戦、行き詰まる投手戦という感じでしたけど、ただ今思えば守備位置ショートにしたの間違いだったな。守備機会があると思うんですけど、ちょっと守備苦手なんで心配ですね。まあそうはいっても開幕1軍なんとかね勝ち取ることができましたので、次回はその開幕戦からね、おそらく代打での出場になると思うんですけども、お届けしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。